Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。午後10時になりました。FM 79.7 MHz FM ギノワンの電波をお借りして名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。自粛で結局4日間家の敷地から出ていないみそ煮込みスキーと絶賛テレワーク中ですが時々出かける時もあります。もちろん仕事ですけどね。ダンサーズでございます。はい。そして今日はマスクマンは、お仕事が忙しいということで欠席です。はい。後ろの家です。家じゃない。出張中って書いてあるよ。はい。はい。です。そして今週のテーマは野菜。ベジタブル。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。ツイキャスライブ。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リッスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄から FM ギノワンを選択してください。そして今日は名古屋は栄養コーナーがあります。このコーナーは名古屋をはじめとする愛知、岐阜、三重についての魅力を紹介するコーナーです。22時18分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞を受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、個人スポンサー真っ赤なメルセデスさん、陸上海上輸送を一貫サポート東海共和、以上各社の提供で、名古屋市内にあるダンサーズスタジオからお送りいたします。キウナゴヤ。ダンサーズが何か、はい、家っていうから、はい、ツイキャスでも、はい、なんか小勝倉持ちさんが亡くなったんだねって、うん、残念なんですいや違う生きてますけどバーモントさんご無沙汰してます。家のマスクマンかっこ笑い沖縄にワンチュールさん王子の5名、はい、あ5名服ってことかなって勝手に、うん、いやいやまあそれはご想像にお任せしていただければと思いますでもねこのご時世でお仕事忙しいっていうのもまたすごい話ですよね。そうですよ ね、まあ、どういう仕事かっていうのは分かりませんまあ言えないですかね、はい、あんなことやそんなことあということですねはい、じゃあ今週なんで叩くの今週のテーマ野菜でいきますね。はい、皆さんこんばんは。フルムーン新一です。こんばんは。ありがとうございます。沖縄だとチャンプルーや人参しりしりなどの野菜料理が思いつきますが、愛知名古屋のご当地野菜料理があれば教えてくださいということですけど、ちょっとね、名古屋の野菜についてはまたね、名古屋は栄養コーナーでやりたいと思います。はい、はい、この後お楽しみに。はい、それと個人的には冷蔵庫にある野菜を適当な大きさに切って肉類を加え塩と適当な調味料を入れて野菜スープを作ったりします。意外と美味しいし別の調味料や具材を追加してカスタマイズ可能なので重宝します。では最後まで聞いてますということで、ありがとうございます。ございます。いいですね、あり合わせで、うん、ね、野菜スープ万能ですよね。結構そうなんですよ ね、野菜によってもまた全然旨味が変わりますからね。はい、はい、では続きいきますね。ラジオネーム愛媛のしんちゃんさんです。ありがとうございます。
テーマ野菜ですが、家の近くのホームセンターには地元の農家さんが育てた野菜を販売する直売所が設けられています。今日行ってみると小さいサイズですが玉ねぎが5個入って100円で売られていました。安い。安いですね。スーパーで買うよりもお得なのでよく利用しています。好きな野菜は枝豆です。夏が近づいてくると枝豆が売り場に並び出します。塩茹でにして茹でたてを食べるのが楽しみです。ということで、いいですね。いいですね。枝豆ね。はい。ビールに合います。ビールですね。ね、やっぱりビール。はい。では、次いきますね。はい。ハイタイぴょんぴょんです。ありがとうございます。こんばんは。今日は野菜。私の職場も実家も農家です。無農薬で栽培しています。今の季節は外敵が少ないので、沖縄は夏が旬な野菜もありますが、ナスが、ん?ありますが、今が野菜を収穫することが多いです。コロナの影響で農家さんも悲鳴を上げていることは確かです。世界中が早く収束することを心から祈ります。農薬で収穫した野菜とお弁当です。ということで写真がちょっと見づらいですけど来てます。これ、これお弁当の写真ですね。お弁当ですね。そしてね、すごい野菜がすごいたくさん見えるかな?ゴーヤとトマトとピーマンとジャガイモとカボチャかな?はい。ねえ、すごい。無農薬ってね。うん。すごい。無農薬って結構難しいんですよね。なんか、私も今プランターで育ててるんですけど、なんかすぐ、なんか虫に食べられる、いつの間にかかじられてたりとかするので、はい。やっぱり無農薬って難しいなって思います。難しそうですよね。ね。はい。はい。ということで、メールありますか?はい。じゃあお願いします。はい、こんばんわんこ、ラジオネームマロニゲです。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ野菜。野菜は何でも好きですね。ゴーヤーチャンプル、フーチキナ炒め、フーチバナーベーラ、うん、全部好き。ザウチナンチュかっこ笑い。はい、はい、いいです ね。あ、最近から家庭菜園始めましたよ、うん、ゴーヤー生姜、トマトから始めてみましたよ、うん。めっちゃ成長が早い。ゴーヤできたらあげますね。あ、いいですね。ありがとうございます。ありがたいですね。ね、その頃にはコロナが収束してね。はい、そうですよね。沖縄に行けてたらいいですけどね。はい、こちらで買うゴーヤってなんかですね、すごい苦い感じする。苦味ありますよね。土の質ですかね。うん、苦味が強いんですけど、うん、沖縄でね、いただくゴーヤっていうのは、うん、苦味が抑えられてて、個人的にも好きですし、ね、シャキシャキ感もいいですね。うん、なんか、やっぱり沖縄で食べた方が美味しい感じしますよね。そうですね。ね、はい、ツイキャスで沖縄にワンチュールさんが、はい、大阪の野菜は泉州の玉ねぎ、水ナスが超有名。特に水ナスは漬物に最適です。うん、夏頃が旬です。ということで。水ナスいいですね。漬物、いいですよね。美味しいですね。ね。はい、じゃあメールに戻りますね。はい。はい、卵屋さんからです。ありがとうございます。ございます。今週もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい。うちの敷地内の小さい畑で、農家のおばちゃんに教えてもらいながら作物を作っています。今はスナップエンドウと抜き菜とブロッコリーです。ブロッコリーも抜き菜もそろそろ終わりかな?抜き菜は油中で菜花の仲間です。同じ黄色い花が咲きます。黄色い花が咲く前の花芽を摘み取り、茹でてすりごまと砂糖と醤油で合わせておひたしにします。あ、いいですね。スナップエンドウは筋を取って茹でてマヨネーズをかけて食べるのが好きです。画像の花は黄色いのが抜き菜でピンクの花はスナップエンドウの花です。ということで。あ、これ。これがスナップエンドウの、見えますかね、うん、ね、はい、結構色、花の色がピンクとか紫とか綺麗な色なんですね。こういった花咲くんですね。ね、初めて見ました。スイートピーみたいなね、花ですよね。それで菜の花の写真がね、はい、これです、はい、ね、うん、うん、そうそう、私も実家スナップエンドウ育ててて、
もらうんですけど、はい、ね、茹でてマヨネーズ美味しいですよね。あ、もうそれ美味しいですよ ね。抜き菜は多分菜花の仲間なんですよね、はい、きっと。はい。うん。ちょっとつぼみをね、取って食べるんですけど。はい。あとまだ写真あります。あ、これが多分収穫して、抜き菜、菜花みたいな感じかな、と、スナップエンドウですね。はい。あ、ちょっと料理したところもマヨネーズかかってる。はい、あ、はい。と、よひたしですよね。はい。いいですね。いいですね。ねはい。はい。ありがとうございます。こっち見ましょうか。はい。お願いします。はい、どうぞ。はい、さーい。ダンサーズさん、味噌煮込みスキーさん、滑りっぱなしのマスクマン、南国チナーからくぶりサビラ、浦添のしんちゃん、ありがとうございます。いや、滑りっぱなしっていうか、もうですね、うん、日常生活が滑りです。それそのものです。テーマの野菜、ゴーヤ、ラーベラ、ピーマンなどといったグリーン色の野菜が大好きなんだな。特にゴーヤチャンプルにラーベラウンブシは毎日食べても食べられるし、うん、今日はゴーヤチャンプルを昼食で食べましたよ。うん、あ、それと、ウチナーちゃんぽんも捨てられませんね。ウチナーちゃんぽん。以上、かっこ悪い。これからも、ゆたしくございます。ステッカー希望。あら。あ、そう、ステッカーどうしちゃったんだろう。用紙がなくなりました。はい。またじゃあ、用紙を入荷したらね、はい、作りたいですね。そうですね。ね。はい。はい、ああ、もうね、ラーベラ、うんぶし。ああ、食べたいなー。沖縄のあれ、あそこはどこですかの、ね、開放食堂だったっけ、あの、豆腐の美味しいとこですよね。うん、そうそう、うん。開放食堂で食べるやつが僕は好きです。うん、ねえ、うんぶしいですね。はい、ね、帰りですね。あ、そうそう。ナベラってあの、あれです、ヘチマのことなんですけどね。うん。あれは美味しい。ね。はい。ねえ、最初でもびっくりしましたよね。ねなんか、うん、ヘチマってほら、ねえ、沖縄県外だと、うん、なんか、食べるものっていうよりは、どっちかっていうと、なんかお風呂に、の体磨くのに使うってイメージがあるから、そういうイメージですね。びっくりしたんですけど、でも ね、美味しいですよね。やっぱり味噌がまたね。まあ、味噌で炒めたのが本当に美味しい。ね、あと、ちゃんぽんね、うん。沖縄のちゃんぽんって、ほら、麺、うん、麺がないあのちゃんぽんがね。あれもいいですよね。あれもいいですよね。僕たちは、よくね、沖縄お邪魔すると、うんうん、だいたい早朝というか朝早く着くんですけども、うんうん、だいたいもう9時前、9時ぐらいには、くも字にいるんですけども。なぜかくも字、ね。なぜかくも字。で、そこの近くにですね、24時間の食堂で、沖縄ちゃんぽん食べるのがいいですね。ですよね。はい。なんとあの味付けがね。いいですね。はい。はい。バーモントさんがね、確かに沖縄でいただくゴーヤチャンプルは苦味が薄くて美味しいですよね。わ、うん、かりますね。やっぱり、ね、そうなんですよ。県外ですね、うん。沖縄県以外の人が食べるとそうですよ、ね。そうなんです。常夏通婚さんが、こんばんは。今年は暖冬で、沖縄では早くからゴーヤーが並んどるので、もう数えきれないぐらいゴーヤチャンプル食べてますって。ああ、健康的じゃないですか。ね、いいですよね、やっぱり。ね、うん。おかちからもしさん、なんか育ててみたいなーって。んちょっと別の意味になるよ、それは。ん何が？あ、まあいいですけども。はい。はい。はい。じゃあ、行きますね。はい。はい、タイ、沖縄からアイスプリンです。ありがとうございます。野菜、何でも大好き。一番大好きな野菜はミニトマトです。野菜、たくさん食べたいけど、仕事で疲れて帰ってきて、子供たちがお腹空いたと騒ぐ中、短時間で作ろうとするので、はい、野菜をたくさん入れられないんですよね。はい、なので、週2回30分集中できる時間を作って、ひたすら野菜をカットしてます。カットしておけば、すぐに料理に使えるし、野菜摂取量が増えたプリン家です。食事を作る時間が取れない家庭にはおすすめです。ということで。すごいね。パッキングしてるんだ。そうそうそう。こうやって、一つ野菜切って小分けにして、はい、で、ここにタイマーがあるから、うん、きっと、30分時間測って、うん見えるかな。これ浅漬けなんですか。違う違う。野菜を切って袋にもう小分けして入れてあって、はい、で料理を作った時にこれをパッと出して料理ができるように。ああそういうことですね。失礼いたしました。でそれを何週2回30分そういう時間を作って、うん、もう下ごしらえっていうかその野菜をカットして保存しとく。うん、まあ効率いいですね。すごいですね。
効率がいいですよね。これぐらいうまく時間を使ってね、料理するって素晴らしいなって思います。はい、そうですね。はい。はい。ではでは、続きましては CM。はい。はい、じゃあ CM でーす。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。名古屋は栄養コーナーです。はい、今日はね、野菜ということで、はい、名古屋生まれ名古屋育ちの野菜についてちょっと紹介したいと思います。はい、お願いします。名古屋生まれ名古屋育ちの野菜ということでね、うん、4種類あるんですけど、はい、代表的なもので、はい、キャベツ、ほう、キャベツ、はい、キャベツ、これ品種がね、愛知大晩成っていうね、野菜、キャベツなんですけど、はい、ちょっとね、葉の肉厚がね、厚くて甘みがあるキャベツなんです。うんうん、はい。そしてもう一つは、人参でね、ヤゴト五寸人参。はい。で、これは、普通の人参よりも色が濃くて、肉質が良くて、甘みが強くて、味付きがいいという、ね、ちょっとね、濃厚な味の、濃厚な味って、なんか、っていう表現でいいのかな、うんうん、はい。うん、っていう人参。ちょっと色もね、鮮やかな色なんですね。はい。そして三つ目がね、大高菜。はい。これ、名古屋市緑区の大高地区っていうね、場所で、はい、古くから栽培されている、うん、漬物用の漬け菜っていうかな、はい、漬け菜の一種なんですけれどね。はい。というもので。はい、で、これは、どっちかっていうと、正月の雑煮、はい。なんかで使われたりとか、はい。ね、炒めたりとか、そういう感じで使います。はい。はい、そして、最後です。白菜、うん、野崎白菜2号というね、これもね、葉の肉厚がちょっと分厚くて柔らかい白菜ということで、うん、はい、名古屋にはこういうね、独自の品種の名古屋の伝統野菜っていうのがあります。はい、おー、そうなんですね。はい。まあね、いろいろとね、例えば大根がよくね、取れるところもありますしね。うん。はい、名古屋市の昭和区っていうところがあるんですけども、はい、そこに五基礎というところがあるんですけども、そこもですね、うん、大根がよく取れたりとか。あ、そうなんですね。はい、今ね、だいぶもう住宅が多くなって。住宅が多くなりまして、ね、ちょっと畑も減ってるかなとは思うんですけどね。で、今もまだその名残として、実は昭和区には漬物屋さんが多いんです。うん、はい、そうなんですね。はい、うん。そういったところもありますね。はい。
はい。でね、この、先ほど言ってたこのね、4つのこの名古屋育ちの野菜なんですけども、はい、やっぱり学校給食でね、はい、そういう日を設けて、その品種、はい、特にヤゴトゴス人参と、はい、なんかはね、ヤゴトゴス人参、うん、なんかはその、そういう、その品種、その人参を使った給食メニュー。うん、はい、そう、普段はいろんなところの人参、産地の人参使ってるんですけど、うん、そういう名古屋の野菜を使って、給食が出る日がありますよ。ああ、そうなんですね、うん。ということでね。はい。はい。まあ、本当に野菜のことについてはね、うん、この愛知県も、そして沖縄県も、いっぱいありますし。ね、そうですよね。はい。まあ、日本全国いろいろ野菜はあると思いますけれどもね。特徴あるものがあると思いますからね。ね、それぞれの地域でそれぞれの気候に合った野菜っていうのはね。はい。とってもなんか料理方法もね、いろいろあって。はい、そうですね。興味深いですよね。はい。はい。ということでね、名古屋は栄養ということで、今日は名古屋生まれ、名古屋育ちの野菜でした。はい、ということでね、先ほど名古屋の野菜の話をしましたけれどね、はい、沖縄にワンチュールさんが愛知で生産している森口大根は諸説あるけど、もともと大阪が発祥だけど、大阪では生産されてないのよね、ということで。そうですね。ね、森口漬けっていう漬物、はい、すごく長い、細長い、ね、細長いね、大根ですけどね。はい、そうですね、森口っていうからにはね、関西の方なのかなって思うんですけど、そうなんですよ、愛知県でね、生産して漬物になってますよね。大阪府森口市のかなというふうに思っちゃうんですよ ね。違うんですよね。はい、そして、バーモントさん、愛知大万世ですかということで、そうなんです、この字です。大きいに、うん、朝昼晩の晩になるということで、はい、そう、キャベツそうなんです。そうなんですね。比嘉さん、比嘉愛子さん。こんばんは、野菜の話ばかりなのにお腹空いてきます。あ、はい、小勝からもしさんも、ご飯食べたのにお腹が減るなって。はい。ね。あと、ひろしさん。野菜と言ったら、野菜スティックに八丁味噌筒をつけて食べるの、最高。うんうん、いや、わかる。この、八丁赤味噌、八丁味噌の赤味噌と、甘くね。ね。仕立てた、味噌かけて、つけて食べるの美味しいですね。おでんなんかもね、うん、大根にね、八丁味噌ですよね。はい。名古屋人はそういう発想になりますけど、はい、沖縄にあるチュールさん、ごめんなさい、ヘチマの味噌に鍋ラン節って私ずっと言ってたけど、うん、そうですよね、県外の方は分かんないかもしれない、ヘチマの味噌煮のことです。はい、失礼いたしました。はい、はい、ありがとう、解説ありがとうございます、ね、ひろっちさん、大田かなは美味しいですねということでね、はい、でやっぱりね、こう地元の野菜っていいですよね。はい、ではちょっとメールの方じゃ、はい、はい、お願いします、はい、旧名古屋の皆様、ご無沙汰しております。四国徳島で何とか生活をしておりますバーモントです。かっこ笑い。ありがとうございます。ありがとうございます。ご無沙汰しております。さて、今夜のテーマ、野菜。外出派の私は基本的に野菜は毎日食べません。ですが、時々体に無性に野菜炒めやサラダを良くする時があり、かっこ笑い。そういう時はしっかりとっています。ちなみにサラダにかけるドレッシングはごま一択です。うん、一度無限レタスとか無限キャベツとか味わってみたいですね。ではでは。うん、ごまドレッシング好きです、うん、私は。無限キャベツ、ああ、なんかそういうレシピありましたね、うん、はい、はい、じゃあ言っていいですか、はい、キユッスということで、ご挨拶がキッス、はい、ラジオネームパティスリー紳士さんです。ありがとうございます。最近自粛で麺類の頻度が上がっているパティスリーです。こんばんは。こんばんは。さて、今週のテーマ野菜ですが、最近大根おろしにハマっております。何にかけてもうまい。みぞれにしたら液体みたいなところあるのに腹にたまる。なのにでかい大根が1本100円と単純に安い。なんだこれは、家計の救世主なのかと毎日のように大根おろしを食べております。煮てよし、生でよしと用途も広い、本当に良い食材です。そうですね、本当に大根は、本当に冬にはね、
よく使いますよね。ね、鍋物になったり、キムチ鍋になったり、はい、おでんになったり、いろいろですよね。そうですね。そして、大根おろしもね。はい。いいですよね。はい。はい。いいでしょうか。はい。泉佐野の特急サザンです。ありがとうございます。ありがとうございます。野菜は食べますが、苦手な野菜があります。うん、ピーマン、ゴーヤ、セロリ、ブロッコリーが苦手です。ピーマンとゴーヤは苦いし、セロリは臭いと味がダメ。あれ、誰かもセロリ苦手だね。ブロッコリーは食感がないのと味がしないので苦手です。多分この先もこの4つの野菜は苦手でしょうね、っていうことで。ね、野菜がやっぱり苦手な人もやっぱりいますよね。うん。ブロッコリーは軸の方はコリコリしますけどね。ね、軸、実はね、うん、結構煮たら甘みがあったりして、はい、臭みがないから、あ、でも味がしないから苦手なのか。はい。ああ、なるほど。はい。ね、取れたてなんかずっと食べたらきっと好きになるような気はしますけど。うん、そうですね。ね。はい。はい。では、もう一ついきますね。はい。卵屋さんからです。はい、ありがとうございます。海女市では小松菜の一種、もち菜を作ります。もち菜っていうのは、ね、名古屋ってこちらの方の愛知県の名古屋とあと岐阜岐阜もそう岐阜ですね、うん、美濃地方ですね、はい、お雑煮に入れるのを、はい、青い菜っぱを餅菜っていうんですよね、はい、で餅菜も油中なので黄色い花が咲きます。餅菜は愛知県ではお正月の雑煮の具にします。愛知県の雑煮は餅菜と鰹節、四角い餅だけのシンプルなお雑煮です。ということで。うん。あ、もうわかりますよ。ね。はい。そう、お雑煮も全国いろいろね。うん。いろいろ違ってて面白くて。違いますね。で、私はどっち、関西の方のね、父が、滋賀県なので、はい、最初味噌味のお雑煮で行ったので、うん、もう、嫁いでびっくりっていう。もう、私名古屋だったので、うん、切り餅。で、ね、汁はすまし。ね。で、餅菜に、かつお節。あ、花がつおか、花がつお、うん。で、ちょっとかまぼこ入れたりして。ね、かまぼこ入れて。はい。それだけですね。ね、すごいシンプルです。それだけなんですよ。びっくりしましたけどね。はい。はい。ということで、ね、お雑煮もね、はい、全国いろいろ丸餅、はい、あんこが入ったりいろいろ面白いんですよね。そうですね。ね、具もいろいろね、違ってて。はい、で今、ツイキャスでひろっちさん、はい、野菜じゃないけど、野菜と言っていいものがあります。それは、愛知県春日市産のサボテンです。サボテン？揚げてよし、刺身にして、八丁味噌で食べるのもよしです。あ、なんか、聞いたことある。サボテンですか？サボテン。へぇ。なんかちょっとアロエっぽいような感じじゃないですか？なんか聞いたことありますね。あとは、小川力持ちさん。セロリ食べてないな。はい、私も食べてないです。で、徳田塚さん、セロリは炒めたら平気。あ、そうなんですか？で沖縄にアンチューサー、セロリは生でも平気。なんかみんなセロリでいろいろ。セロリ、セロリですね。セロリで議論して。はい、はい、ということで、はい、あれもう時間ですね、はいはい、時間でーす、はい、では来週ちょっとあれうん来週のテーマは靴シューズ来週のテーマは靴シューズでお願いします、はいはい。この番組は陸上海上輸送を一貫サポート東海協和個人スポンサーさん真っ赤なメルセデスさんザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を募集中です名古屋トリプルエイト名誉総裁賞受賞のスリマンジュ奈良首里中村製菓高級木材のご用命は名古屋中川名木以上の提供で名古屋にあるダンサースタジオからお送りいたしました。はい、それではまた来週。はい。はい、ということで、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ねえ、今日王子いなかったけど。はい。ねえ、どうでした、うん、ポン出しの回数が減ったなっていう。そうですよね。はい、なんか、はい、ポン出しが王子いないとこんなにポン出しないんだなっていうことで。はい。はい。平和でした。来週はどうなるかな。どうなるんだろう、また荒れるかな。荒れるかな。ということでですね。はい。はい、また来週も、はい、ありがとうございました。